はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、唐揚げ弁当ワングランプリ第4回になってるのかな。あの回数が1個ずれてるのか、あの金沢で買えなかったのがあったんで、ですから回数としては5回目、まあ紹介するお弁当としては4個目となりますよと、いうことでございますね。さあ、今日はね、何を食べていこうかというと、スーパー三四三でございますね。まあ、この辺りでね、惣菜買うといったら、まあ、定番のスーパーのね、一つになってくるところでございます。まあ、全国で展開はしてません。北は、桑名の一番、あの、端っこのところかな。桑名店で、一番南が、通の川下店かな。川木かその辺りになってくるのかなというところでございます。まあ、いわゆる北中線、まあ、ちょうどうちのね、管轄エリアと、まあ、ちょうどドッカップリしてますよ。本社は今は鈴鹿だったっけ、もともと、あそこですね、四日市の河原だとかにあったりしましたけどね、ということでございます。まあ、発祥は四日市の商店街の方だったりするんですけど、ということで、まあ、どうも、きしね、この土地元、四日市のね、地元のスーパーでございますよということでね、そこの唐揚げ弁当を食べていこうというわけでございますね。今日はね、ちなみにね、買ってきたの川越のところで買ってきたんですけど、ちょっと用事で、出かけておったんでね、その帰りに、そういえば、結局、前に一回食べてね、やってたんですけど、とか、まあまあ別に、あの、三四三はね、うちも帰り道にちょうどあるんで、結構よく、使うんですけど、なかなかね、仕事終わりだとね、気合でどうのこうの人とね、そういう取るあれがないって、あの、ヤムラチャレンジでね、今まであの、タイマーのセットもして、それでバーッと食ってとかっていうね、感じでやってたんでね、仕事終わりにね、使ってからやるとなかなかね、大変だったんで、もう、今はね、タイムアタックをやめちゃうというね、このね、やつやってからね、まあ見事に伸びてない、なんてこともあるんですけど、まあそんなことは置いといてですね、早速食べていこうと思います。品目はこれですね、鶏唐揚げ弁当。まあここはよく使ってるっていうのもあって、あのちょっと説明をしておくと、あの甘辛だれが買ってるやつもあるんですね、鶏の甘辛だれ弁当だったかな。っていうのもあって、あれがね、実はめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ今回はね、あくまでも、ね、唐揚げ弁当ということでございますので、一応ね、こちらの方でやっていこうというわけでございます。さあ、ということなんですけどね、詳細ね、食べながら、ついでにちょっと雑になんかもしながらね、やっていきたいと思いますけど、まあ一回ちょっとね、焼酎用に切っておこうと思いますよ。では、いただきます。一回ね、データ切っとかないと、後から編集するとき大変だったことに最近気がついたんですよ。今さらすときだろう。あ、でね、本当はね、あの、温めると多分これ美味しいんだと思いますけど、もう冷え立ちますんでね、買ってきてから時間かけ。今回一応あくまでもね、あの、加温、加工はなしということでね、買ってきた弁当はそのまま食べるよという前提で作っております。うん、うまっ。2個、3個。濃厚ですね。ご飯はごま醤が振ってある感じですね。これ第三さんはどっちかというと徹底的にコストカットしていくぞっていう感じよりは、ちゃんと定番品はね、しっかりと残したクラシックなねところで、しっかりとやっていく感じがありますね。店舗マネジメントもそうですよね。社員さんの配置数すごい多いですもんね。金瀬出身のね、身から見てみると、すごい社員さん多いなぁと思いますね。まあ多分あれはパートさんじゃないので、まあね、明確に私は正社員です。私はパートタイマーです。パートタイマーって書いてある会社さんはあるところはあるっけね、っていうところですけど。まあ、明確にね、書いてあるわけじゃないけど、大体分かるじゃないですか。動きとか見ておったらね。うん、まあ、ここからにこんな曲早くさん入っていて、で、社員さんがこれぐらいでというのを見てみると、本当に三四三はその、総菜だけに限らず、総菜はむしろマンパワーが結構必要なところなんで、そこまで他のところと差が出にくいんですけど、水産、精肉は本当にもう、水産と畜産ですね、これで、精肉、畜産関係は、すごい、あの力入ってるな、社員さんの使うすごいなっていうね、ちょっともう感心して見てますね、すごいなと。本当三四三は精肉のごく一部を除いて全部インストア確保ですからね。
総菜も、まあ、サンドイッチとかあなた以外だとちょっと多少出来合いのものが並んでるからぐらいですもんね。寿司、総菜全品至って基本全部店内調理確保ですから。なので同じ大型スーパーを作ってても金末とは真逆ですからね。三市と、あ、でもスーパー三市と金末は結構バチバチやってる店舗もありますからね。桑名の店と、金瀬東院店は結構実は桑名店って言ってますけど、本当東院寄りの端っこのところにあるんでかなり近いですし、あとなんだ、あの日中のね店は金瀬日中店と、海洋店、海洋店はもう日中ですから、まあ海洋店が、日中4丁目、あそこ日中4丁目だよね、にあって、で金瀬が日永西三丁目かな、になってくるんで、ちょっと離れてはいますけど、日永西四丁目か、あそこ。なかなかバチバチに価格競争、新規施設競争やってますけど、お互いがお互い、全国的に見ても両極端に割り、あの、分別化されてたのは面白いですよね。三種はもう、多分全国的に見ても、あの、かなり稀なレベルでインスタ加工の徹底化をしてるんですよ。で、金瀬は逆で、もう徹底した、セントラル加工、徹底派なんで、野菜のカット一つに至るまで全て、あっちでやってますからね、セントラル加工でやっていくようにするっていうんでね。まあ、それぞれ一旦がありますけどね。うん、ちなみに今のセオリーは、スーパーマーケットのセオリーは、総菜は弁当とか、コースの書かれるやつ、あとお寿司とかみたいなやつで、お寿司でも特にスケロクみたいなやつとかね、そういうようなやつとかは、セントラル加工でやるよ。で、水産はあまりセントラル加工でやってるところ少ないんですけど、畜産ですね、畜産は、結構、セントラル加工に変えてるところが、マックスバリューなんかも、結構変えてますけど、マックスバリューはなぜか、セントラル加工と、結構昔一時期なんかすごいセントラル加工に振ってたんですけど、マックスバリューキューブの後半ぐらいからバーッとセントラル加工に振ってたんですけど、マックスバリュー総会になってからまだちょっとインストア加工のものも、アイテム数も増やしてるんで、そこら辺とか面白いですね。で、セントラルに特化した店は小型店はもうセントラルに特化させて、バックヤードを空間まで小さくするっていうね、エクスペース、若松店とかそうですよね。うん。小物のお店はまだそこまで、してないのかなって感じですね。そこは戦いましたもんね。で、ちゃんと卵がついてるんですよね。嬉しいですね。卵と唐揚げは、ごちそうさまでした。